どうでしょうか。上半身を見る限り、この谷川にも原にも天竜にも劣らないものを持っています。この川田さあ撃たれています。原が出てまいりました。もう立派な革命軍です。川田さあ、その俺も同盟軍なんだと、革命軍の一員なんだというところを見せてもらいたいと思います。川田さあ、今度は竜と、失礼、鶴と取れなかった一殺法です。 さあ、ちょっとここへ来て全日軍がペースを戻しました。そう見てよろしいですね、竹内さん。はい、今のつなぎが非常にいいですね。そうですね。さあ、流れてまいりました。カットします。カードは急須に、あっと天竜です。ちょっとブラインドを突かれたか。いや、この辺はうまいですね。うまいですね。タイミングってのも最高ですね。天竜のこれ勝負感と言いますかね、竹内さん。 決して見逃しませんね。見逃しませんでした。さあ、今度は原です。鶴田と相対します。さあ、一騎打ちの借りを返しか止まんなりやっと。あ、鳥はどうです。いい当たりでしたね。さすが守備機がパーッと飛びました。さあ、俺も意外性のあるもので、これから勝負していきたいんだという足田原。自分を変えたいという、そういう研究熱心な足田原でありますが、あっと鶴田のキックも重い。このジャンボのスタミナどうです、竹内さん。一騎打ちの明暗を分けたのもこのスタミナでした。タイガーが飛びます。 強いですね、全日軍。いいですね、よくなってきましたね。さあ、今度はタイガーマスクと足田原です。タイガーマスクと足田原です。タイガーもこの龍拳といういい思い切り当たれる相手がいるから興奮吹っ切れているんだと、このように思います。さあ、原と馬場、原と馬場です。さあ、もう一回、一人でダメなら二人だ。さあ、 馬場選手はやっと合体殺法。あの東村山大会でも確かこの合体殺法で馬場を半分 KO したんですよね。そうですね、上外に倒しましたからね。ちょっと同じような展開になってきましたね。さあ、これで馬場をインサイドワークの馬場をカットしたい。しかし原をタイガーマスクがスライディングキックで救出。原がご覧のように3メートル吹っ飛んだ。さあ、馬場も復活した。さあ、どうなるのか、どうなるのか。ちょっと目まぐるしいですね。タイガーマスクがいます、います。タイガーマスクがいます。そして 原がこれ試合の権利があるんですね。そうですね、はい、この展開でいいわけですね。そうですね。さあ、足田原です。足田原です。コーナーに控えるときに、あっと川塚家から川塚を出し、貫禄を見せつけるように打っていきました。さあ、この原のファイトを見て、天竜がコーナーにいて、そしてそれをしのぐファイトをするんだと、このように 心がけてしちゃいをしている原天竜であります。互いに切磋琢磨しているわけであります。さあ、馬場が川田をまとにします。川田が竹内さん狙われ始めましたね。そうですね。おお、顔面蹴りだ。口のあたりですかね。口のあたりですね。さあ、今度はその返し、天竜。さあ、6人が入り乱れるか。さあ、足田原が出てまいりました。原はタイガーマスクを捉えます。さあ、バックドロップだ、バックドロップ。さあ、鶴田も出てきたぞ。鶴田がカードを捉えた。で、あとエルボーを落とした。感情を落とした。キックで突き上げる。さあ、川田がまた目標にされます。鶴田が今悠然と引き上げました。さあ、川田とタイガーか、川田とタイガーか、ちょっとこの先激しさ試合展開予想つかないんですが、ちょっと読めないですね。相当混戦模様ですからね。さあ、 天竜原、川田の動きを見ようというところ。さあ、ジャンピングしてのエルボー、華麗に決まりました。さあ、川田が行きます。俺も天竜ダメの一人。ジャマン、ジャマン、ジャマン。竜の心をつかめ、ジャマン。 熱き心をつかみ取ろうとする手探りを続く若者、そして、コーナーからそれを見守る天竜原。さあ、原が出てくる。タイガーマスクに、さあ、ひとまんなりやっとの構え。もう狙いすましたように打っていきました。さあ、覆いかぶさります。エビに固めたカウントワンです。さあ、タッチが速くなったぞ。天竜同盟、さあ、このタッチワークが天竜同盟の持ち味であります。さあ、天竜の調子のバロメーターを測るエルボーを決まった。 タイガーマスクに打っていきました。タイガーとしてもこれは、竹内さん、天竜とはもうこのラバン勝負、借りを返さなきゃいけない味なんですよね。さあ、いい対決になりましたね。対象対決、対象対決。さあ、鶴竜、さあ、天竜の気迫に応えるつるた。エルボー、足が飛び散る、足が飛び散る。天竜が、天竜がローリング。この
ストンピングを今かわしました。いやいやすごいすごい。いやいやすごいすごい。鶴太郎この猛攻。さあ、腹も返す。力で、ジャンピングね、高橋さんどうです。この比例の崩したは冷めてませんね。今日の鶴太は違うぞ。燃えに燃えている。あっと至近距離からのラリアット。一回りラリアットです。長谷川またパーッと飛び散りました。4人の目つきが違います。明日の量が激しい戦いを物語っています。時間差のラリアット。 サンドイッチラリアット。ついに出してきましたね。しかしジャンボは耐え抜いたでしょうね。これを4発5発耐え忍んだことがあります。踏ん張る鶴田も強く見える。倒れない鶴田、まだ倒れない。踏ん張る。さあ全日エースの一打、今片膝をついた。攻撃が待っている。ちょっと今照れましたが、ジャンボ鶴田違いますね。竹内さん、鶴田選手ですね、打たれても目が違いますよね。違いますね。天竜も打たれ強いんですが、 鶴田も打たれ強さを見せました。これはジャンボ鶴田が日本初公開したミサイルキックですよ。逆に打ちましたね。川田が、川田が打っていきました。ヘビー級になるために、ヘビー級選手と戦うために体重を増やす努力を、あっと防いだ、防いだ。川田がありますが、さあジャンボが防いで、さあこの辺はテクニック奪い立ち、ラクマ、まばた鶴田、黄金指定コンビ見せます。さあ先頭を打った背面落とし、タイガーマスク、 それぞれが、富士山、全日軍はそれぞれ持ち味を出してますね。そうですね、いい味になってますね。はい、さあ川田がロンリーバトルになった。さあミサイル、キック、さあどこまでやれるか。川田、さあ竜の心をつかめ。さあ川田、あとジャーマンだ、タイガーのジャーマンだ。あっと川田が沈んでしまいました。最後はタイガーマスクのジャーマン、さすが最後はタイガーマスク、 本物のヘビー級のジャーマンでしたね。しかしですね、今日の6人タッグの場合はですね、もちろん勝ったのはタイガーで負けたのは川田ですけどもね、はい、そういう形じゃなくてやっぱり6人の気迫を評価してあげたいですね。戦いはまだまだ続くわけであります。若いタイガー川田の活躍、目が離せないわけであります。 これが3000と輝くPWF世界タッグベルトでございます。試合に先立ちまして、 チャレンジャーチーム、そしてチャンピオンチームに日本テレビ並びに読売テレビ番組のスポンサーより豪華な花束が今贈られました。そして PWF 世界タッグタイトルマッチ、タイトルマッチ宣言が読み上げられております。昭和62年10月16日、初代チャンピオンはハンセン・ブロディ、以下ハンセン・デビアス、タイガーマスク、ジャンボ・ツルタ、ハンセン・デビアス、ハンセン・アイドル、そしてこのテンリュー・ハラは第6代チャンピオンでございます。 今ベルトが本部席の方へ預けられました。ハンセン・ディートンに初防衛、ハンセン・スレーターに2回防衛、これが3回目の防衛戦であります。PWF このタッグのベルトが日本人構想の象徴となりますか。さあ60本の一本勝負、両チームの紹介です。メインイベント PWF 世界タッグ選手権試合60本一本勝負を行います。ラオコナ挑戦者チーム、レリアル強くなってやる、大きくなってやる、輪島博士、ジャンボ鶴田、着任入場し、先にコールされるその悔しさを忘れるな、ジャンボ鶴田。天竜、天上天下、死んだ万象、我に敵なし、天竜。 さあ大一番です。竹内さん、はい、対鶴田に連勝と勢いに乗るこの天竜がタッグでも鶴田を破って頂点に立つか、あるいは鶴田の巻き返しになるか、こういうことですね。まあ、真の第3章はまだなんですけどね、このタッグの結果以下によってはですね、ジャンボはまさに追い込まれますね。そうですね、ロードウォリアーズも現役しなければなりません。次期最強タッグにも勢いを持って勝てば望めます。 武さん、そうですね、それだけですね、この試合によってですね、大きな分かれ目になってきますね。はい、砂漠レフリーはジョー樋口。なお天竜は日本人対決、4対4対決も提唱しております。さあどちらが先に出るのか、輪島か、あるいは天竜同盟は原か。作戦会議、さあまず輪島が行きます。輪島が行きます。そして芦田、原が行きます。今ゴングが鳴りました。60分の一本勝負、大阪府立体育会館で行われます PWF 世界タッグタイトルマッチです。これが輪島の表情だ。さあまずは組み合いました。そして先制攻撃はショルダータックル、黒が深く、足で原自らロープン、飛んだ、一番ラリアット。
馬場さん、今の状況、輪島はディフェンスしましたか。そうですね、でもね、あそこでラリアットとはちょっと思わなかったんじゃないですかね。でしょうね。ちょっと不意をつかれたかもしれません、輪島ヒロシであります。まあ、その輪島がジャイアント馬場さん、この試合の鍵を握ると思うんですが、何しろ周りは10年以上の選手、いかがですか、その辺は。そうですね、問題はそこだけですね。これが6度目のベルト挑戦になるわけであります。まあ、輪島にしてみますれば、まあ、その最強タッグリーグ、それに、まあ、出場するための馬場さん、これは試金石と見てもよろしいんじゃないでしょうか。そういった試練もかかっているわけであります。さあ、天竜です。天竜と輪島の戦い模様であります。天竜が冷静な表情で今組み合いました。さあ、天竜と輪島、天竜によってプロの厳しさを教えられました。輪島、竹内さん、ここは恩返しといきたいですね。ですね、今日もですね、ともかく輪島選手に気迫だけをですね、はい、フルに見せていってほしいですね。前回この同じコンビでの対戦では、この輪島が鶴田の救出が遅れまして分断されて、輪島が流血リングアウト負け、こういう結果に終わっています。右へ回りました、輪島ヒロシです。前回の大阪大会では、ここ大阪府立体育会館で輪島はアニマルと一騎打ちを行いまして、その時は両者リングアウトでしたが、パワー負けの感だけはやはり、免れませんでした。しかしその時の輪島と違います。馬場とのタッグ対決でいろいろ教わりました。鶴竜対決を見ていました。この輪島、全シリーズは負傷しながらも頑張り通しました。輪島、さあ、その輪島から鶴田にタッチ。さあ、鶴竜対決です。あっと、アームブリーカー、ジャンボ鶴田が先手を取ります。前回この 7.31 を上回る好ファイトを見せました。 10.6 武道館決戦、持てる技を出し切った戦い、こういう評価も出ているわけであります。さて、馬場さん、この鶴竜対決を馬場さんはどうご覧になりましたか。まあね、勝負はね、はい、ジャンボは反則になりましたけどもね、その途中はやっぱり素晴らしかったですね。この天竜も革命の手応えをはっきり感じたとこう言っています。ですからね、この間の勝負はね、天竜の得意技を出してジャンボに跳ねられた。ジャンボも自分の最強の得意技を出してですね、パワーボムとバックドロップでしたね。そこでね、2人とももう跳ねのけたという、はい、ここでね、もう2人とももう勝負つかないということはもう分かったと思いますね。僕らもね、この技が出ても跳ねられたんではもう仕方がないというふうに僕は見てましたね。なるほど。まあ、そうなりますと第3ラウンド、竹内さん、これはより高度な戦いになってくるでしょうね。もう今までの規制の技では通じない何かになってくるわけですよね。そうですね。さあ、輪島と天竜だ。さあ、天竜に俺を舐めるなよ。さあ、すごいジャンプだ。さあ、気迫で突進。輪島が広球になった。ショルダータックル、スモータックルだ。そしてボディースラム、リングの中央に天竜を投げました。輪島ヒロシであります。そして攻撃をつなぐスリーパーホールド。馬場さん、最近の輪島はどうご覧になってますか。まあ、気力はね、気迫はあるんですけどもね、はい、やっぱり動きがもう一つね、スムーズにいかないですね。なるほど。それがね、やっぱり相手が弱きゃね、自分の思う通りいくんですよ、はい、でもやっぱりこういう天竜とかね、こういう強い相手になるとね、やっぱり自分の思ったようにはいきませんからね。そういう時にやっぱり戸惑います、少しね。なるほどね。その輪島から受け継がれましたが、さあ、天竜が鶴田のお株を奪うようなバックドロップ、鮮やかでしたね。鮮やかでしたね。この辺も天竜の気の強さが、まざまざと表しているわけであります。さあ、今度は原と鶴田です。原は今シリーズ開幕戦、この鶴田の一騎打ちをしまして玉砕。あっと、すごい口にシンクだ。鶴田の狩りはのしをつけて収入印紙を貼って倍にして返してやる、こう言っています。アシュラ原であります。しかし、武さん、これ敗れましたが、このアシュラの気迫は伝わってくる戦いでしたよね。そうですね。それとね、やっぱあの試合じっくり見てましたね、はい、鶴田の底の深さといいますかね、本当奥の深さというか、うまさも見ましたね。強さも見えましたよね。はい、強いですね。そうですね。さあ、そのアシュラ原であります。対戦相手が変わりました、輪島ヒロシであります。ちょっとこの鶴田、あるいはパートナーを組む鶴田、あるいは天竜、芦田、原、この面々に囲まれますと、やはり馬場さんお話のように動きの点で若干
干やはり、戸惑いが、見受けられます。この輪島博士であります。そういえば特にこの鶴とのコンビでのベルト挑戦はロードウォーリアーズのインタータック馬場直伝の川添としです。インタータックに挑戦した時もやはり完全に分断されてしまいましたもんね。武道関係戦でしたね。さあ輪島、実は輪島この左足に負傷を負っているんです。今見ますと包帯サポーターそういったものは見えませんが、試合会場入りした時には熱い包帯がぐるぐる巻かれていました。外しましたね。高橋さん、当然サポーターとしてくると思ったんですけどね、やっぱりそこを狙われたらですねまさにおしまいですからね、そうですね、それをやっぱ考えてはあえて外してきたんですよね、はい、鶴田小原ツイストです。輪島全シリーズ馬場さんとのこのタッグして対決で痛みました左の足首、そしてさらに今シリーズに入りまして左の膝を痛めました。しかし手負いとなった輪島、サポーターを自ら外して、そして、自らの体に鞭打って、そしてこのリングを務めているわけであります。さあ鶴田、鶴田は言っていました、その分俺が頑張らなきゃいけないし合体殺法はちょっと場合によっては無理かもしれないかなと言っていたんですが、今日出してますよね。結構そうですね、結構出てますね。さあ今度は輪島だ、コブラツイスト。輪島のコブラツイストいかがでしょう馬場さん。この体勢はいいんですけどね、輪島がね足が片方浮いてますよね、まあ、ジャンボも浮きますけども、はい、やっぱこうやってほら、片足が浮いてるってことはね、あれでは絞りとかいろいろこう不完成なんでしょうね。さあ今度は天竜と原の合体、こちらの合体どうです高吉さん。これの方がやっぱりパワーがありますね。いやいやこれが売り物。さあ今度は至近距離からのラリアット、さあこれが俺のラリアットだとばかりに輪島カウント2まで追い込まれました。よく研究試合そしてしのぎ合っています。鶴竜、おっとバックドロップ、輪島も負けていません、輪島も負けていません。武井さん、今日は輪島がねサポート役に俺は徹したいなとこう言ってたんですよね。それがいい形で出てくるとですね、試合展開非常に面白くなるんですけどもね、馬場さん、ここまでの輪島鶴田組はいかがでしょうか。いや別に悪くないですけどね、はい、やっぱちょっとまだ輪島が自分の技を出すのに一つテンポが遅いんですよね。ははやろうかけようかな、でもかかるかなという、その戸惑いが一つあるんですよね。まあ、その点がこのタッグ微妙なところで影響してくるかもしれません。下から張り手を打っていく、さあこれが輪島だ、足を引っ張った、足で原のコーナーへ持っていかせません。そしていい形でつなぎましたね、ですよね、これはやっぱり理想的なタッグのつなぎですね、はい、さあ今度は鶴田が行きます、鶴田が行きます。この PWF タッグをはじめこれからの鶴田の逆襲は見ものであります。さあ逆蛇だ、逆蛇だ。そして中吉さん、その鶴田の逆襲ってのは天竜にとってはこれは望むところですよね。当然そうですね、天竜がこれ仕掛けたことですからね。はい、さあまずは腹を標的にした、腹をもう左右の往復ビンタ、これで威嚇いたしましたジャンボ鶴田。さあ今度は関節技、静かな展開です。ステップオーバーのトーホールド、天竜を攻めに行きます。しかし高橋さん、こう見てますと鶴田の技ってのは的確に一つ一つ入ってるんですね。ですからやっぱりこの、天竜との対戦でですね、はい、まあ、一応スコアの上では2連敗なんですけどもね、逆にそのファンの反応っていうのはですね、ジャンボ強しという声が非常にやっぱ高く上がってますね、はい、天竜も関節技は強いんですが、さあどうでしょうか、グラウンドでの攻防。さあまた表を向きました、これは青いコーナー、青いコーナーは輪島とそして鶴田のコーナーであります。タッグでは鶴田に言わせますと、この輪島60点は OK だとこのように言っていたんですが、さあどうでしょうか、汗が滴り落ちます。輪島すごい汗の量です。これまでタッグの連携といいますと、馬場さん、どうもこの輪島選手といいますと、このパートナーのピンチをこの見逃すことが多かったり、あるいは俺がとこう先走ってしまったりとか、そういうケースが多いように見られるんですがね。そうですね、まあ、それはね、ファンの期待が大きいもんですからね、はい、本人がファンなもう興奮というかね、やっぱ俺がやらなきゃという考えを持ってますからね、そうなってしまうんですね。で馬場さん、実は試合前に鶴田に話を聞きましたら、今日は例によって、輪島の救出にはなるべく行かないように、自分で苦しい状況を
脱することができるように俺はそう考えているんだとこのように話してますが、こういうのはどうですか、ロブさん。いや、まあ、それはいいですね。武井さんはいかがですか。当然ですね。それがですね、和島選手の、ね、一歩一歩成長につながるわけですからね。さあ、その和島、天竜にもう体ごとぶつかっていきます。足だ、ヘッドバットが割っています。一発、二発、さあそして腕を持った、さあ今度はいい形でのタッチではありません。鶴田が救出に入ったと、そういう感じになりましたね。武井さん、劣勢になってのタッチというのは、ね、はい、やっぱりタッグマッチの場合非常にやっぱりあまりいい展開ではないですね。そうですね。さあ待っていたぞ、足田原のヘッドバット。輪島の次には今度は鶴田に返礼だ。さあ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 、あの鶴田戦、サソリ固め、あるいは意表をつく技、どんどん出してまいりました。自分を何とかして少しでも変えていこうという姿、足田原の姿がそこにあります。さあヘッドバットからカバーの体勢、これはちょっと早いか。武井さん、ちょっと言ってますよ、鶴田を本気にさせられなかったら今日も負けだ。原の気持ち分かりますね。分かりますね。それだけに今日はジャンボに頑張ってほしいですね。さあ天竜へのつなぎ、鶴田を預けた。さあ鶴田は場外フェンス攻撃を受けている。さあ今度はその天竜から鶴田を原に預けた。さあヒットマンラリアット、ヒットマンラリアットがあるか。さあ逆に振っていった。さあ鶴田が掴んでヒットマンラリアット、これはちょっと良かった。足田原のヒットマンラリアットが待っていました。さあ次なる攻撃は、さあ2発目は見えた、ジャンピングにこの攻防です。あの大田区体育館大会ですか、思い出しますね。ですからね、和島にねこういう動きがあると素晴らしいんですよね。なるほどね、あの相手を透かして自分の技を出すということがね、はい、相手の技を食って自分の技を出すということがね、その師匠馬場さんの声がエプロンに届いているでしょうか。そしてエプロンで見ていた和島、今の鶴田そして原の攻防をしっかりと両の目に刻んでいたことと思います。さあその和島の出番であります。さあがぜん試合はヒートアップ。さあ和島が突進だ、ゴールデンアームボンバー、もう一丁という声が会場から飛んでいます。さあ滴る汗の多さが、この激しさ、戦いの激しさを物語っています。フロントスープレックス、ちょっと足をひねったか、ちょっとよ、竹内さん形勢不利ですね。足にちょっと負担がかかりましたね。さあこうなりますと、こうなりますと龍玄鵬、この痛めた輪島の左足を狙ってくる、これは弱いところを攻めるプロレスの、これは情動であります。武井さん仕方ないですよね。かなりひどく痛めたようですね。そうですね、ちょっと苦痛の表情だ。今引きずるようにして、引きずるようにして、やっと鶴田にタッチだ。さあ2人分頑張るか鶴田。さあ腹を相手にする、エルボー打ち下ろすようなエルボー、今度は返す刀で天竜に打っていった。天竜ロープに宙づり、天竜ロープに宙づり、ガーッと鶴田が起こった、鶴田が起こった、鶴田が鬼のような表情、迫る表情で天竜に向かっていきます。さあ原田、原田、原田、さああの返しを、お返しはたっぷりする、2倍に返してすると言っていました芦田原、潰しにかかるのか。さあ龍玄鵬と鶴田の対決は血の匂いがしてくるのか。さあヘッドバット、何を狙っている、水平打ちだ。天竜の目が鶴田を見据える。さあ鶴竜対決、鶴竜対決、第3ラウンドはいつ行われるんでしょうか。今度はピンフォール決着だとお互い言っています。さあパンチ、パンチ、打ち下ろすようなパンチ、エルボー、こう、こめかみ、さあと今度はテンプルにジャンピングに、あーと今度はラビアット、天竜が返した。鶴田場外、鶴田場外、鶴田場外だ。あの武道館決戦を見るようだ。武井さん、天竜が中、鶴田が外、まさにあの東京ね、メリオですね。さあ足田原がサポートに入った、鶴田に追い打ちをかける、鉄柵攻撃、鉄柵攻撃。さあこれが足田原、そしてその奥ジャンボ鶴田の表情であります。しかし第3ラウンドは竹内さん、両者ともにピンフォール決着をつけると言っている、この BWF タッグでもそうあってほしいですね。タッグ金もでそれは張ってほしいですね。はい、さあ天竜から原田、さあ天竜が鶴田一人に照準を絞りました。原との合体攻撃も見られるでしょう。さあ鶴田がしかし反撃の体勢、おっとラグビーで10年間鍛え上げたアタックル、あーっと危険進化。この辺の馬場さん、鶴田のスタミナなんですね、驚きました。さあ今度は輪島です、今度は輪島です。さあ足が原の背中からももうすごい汗が飛び散っています。足を取ったぞ、天竜に渡す、
リングの中央、ちょっと武さん、16分経過、輪島の動きは止まりましたか。これは当然ここを狙われたらもう終わりですね。そうですね、これは厳しい攻めだ。さあ天竜キック、天竜キック、輪島チョップ、輪島チョップ、さあ足にチョップを打っていく天竜。そしてキック、これはすごい攻めだ、これはすごい攻めだ。そしてラリアット、馬場さん、ボクシングを見てるような壮絶な試合になりました。いやいや驚きました。まあ、昨日ね、昨日もうやられてるんですよね、この膝をね、輪島がね。天竜原との試合でやられたんですね。かなりダメージ濃そうですか。そうですね、まあ確かにね、先ほどまでは一人交代巻いてましたからね。輪島にとっては軸足の左足ということになります。さあ輪島、それから馬場さん、気になるのは、私前から気になったんですが、輪島がこの打たれるとき、ジンバルというか、こう身を固くするんですが、あれはどうなんでしょうか。いや、身をあの固くするのはいいんですよ、はい、でもね、初めから終わりまで固くするんですね。あ、我々あの殴れて瞬間だけ固くする、カッと息を止めるんですけどもね、彼はまだそのタイミングがわからないものですからね、ガーッと息を止めてしまいますからね。だからこうディフェンスでも私たち見てちょっとぎこちないなって感じることがあるんですが、なるほど、分かりました。さあ天竜の攻め、容赦ないですね。高橋さん、依然として続いてますね。他に容赦ない攻め、しかし輪島もご覧のように空振りではありますが、あっと天竜の横面を張っていきます輪島。さあ輪島の左足はもうガラスの膝になっているでしょう。さあしかし空いてる方の足で足で腹を蹴っていきます。もう精神力だけで、闘争心だけで足で腹に向かっていってるんかと思いますが、若林さん、どうぞ。あのね、ジャンボ鶴田のコーナーの下に、はい、一大コンビを組んでる石川隆選手がいるんですが、石川隆選手が非常にこの輪島選手の左の膝を気にしてましてね、はい、おそらく靭帯が切れてるんじゃないか、左右に動かない、ちょっと重傷だなということを言ってますね。倉持アナウンサーのリポートでした。確かにあの前後に動かすのはあの大丈夫なんだけど、ひねると激痛が走るって試合前言ったんですよね。あ、サンドイッチラリアット、サンドイッチラリアットだ。さあ輪島レスラー2年生、どう頑張るか、どう踏みこたえるのか。さあ寝てしまうか、カウント2。馬場さんがいつか言いましたね、輪島に、輪島という自分が、輪島というレスラーに魂を入れていかなければいけないんだと、これからはそうでなきゃいけないんだということを言ってましたね。さあここは鶴田も竹内さん公約通り出ませんね。出ませんね。ここは輪島に任せてますね、はい、馬場選手も頑張りどこなんですけどね、はい、馬場選手も息を飲んでこの輪島の戦いを見守っています。ダイビングエルボー外した、ダイビングエルボー外した輪島。外してもやっぱ立ち上がれないんですよね。そうですね、立ってほしい、立ってほしい。さあ玉砕戦法となるか輪島。さあとことんやれ、最後までやり抜け、あっともう踏ん張りが効きません、踏ん張りが効きません。チョップも踏ん張りが効きません。このチョップは悲しい。しかしシャニムに打っていく輪島、ハマにも打っていく、ハマにも打っていく。この姿竹内さん、どうです。心打たれますね。すくい投げ、相撲時代に馴染んだ技で、さあ今度はラリアット、まだタッチに行かない、このまだタッチに行かない、カバーに行った、足の腹をカウント2まで追い込んでいます。変身輪島を見せてくれています、変身輪島を見せてくれています。苦しみ抜いた男の姿がここにあります。さあ今度は鶴田、鶴田、これは納得してのタッチですね。竹内さん、これは十分納得できます、さあファイルドライバー、馬場さんもかつて吉村道明選手ですとか、この数々の名タッグチーム、それを引っ張って、そして、数々の記録を作ってきたわけですが、こういうパートナーが頑張りますと、やはりこう威信伝心伝わってくるもんなんでしょうね。そうですね、はい、自分が、ね、待ってるうちに燃えてきますからね、そうでしょうね。さあ鶴田、さあ鶴田、このコブラは休んでいない。おっと、まんじり変更だ、オクトパスホールド、天竜のこれは得意技なんですよね。あえて天竜目の前で仕掛けましたね、これ見逃しにオクトパスホールドを打っていきました。ジャンボ鶴田であります。さあこうなりますと、先ほども申し上げましたようにジャンボ鶴田が2人分頑張らねばなりません。さあサンドイッチラリアット、頭を振っているジャンボ鶴田。さあ20分ですか、20分が経過しました。予想外の長い試合になりました。さあカバーの体勢です。
ここまでの両チーム、もうご覧のように、輪島がエープロンでぐーったりとなっておりますので、これはもう天竜原、このまま一気に突っ走りたいところでしょうか。対攻撃、ベアハックとラリアットです。さあ鶴田どうだ、さあ鶴田どうだ、あの無尽蔵を誇る鶴田のスタミナ、さあどこまで頑張れるでしょうか、どこまで頑張れるでしょうか。鶴田 PWF タックもユナイテッドナショナルも俺が全部奪い取ってやるという鶴田ですが、容赦のない攻め、円錐切りにバックドロップ。本当に竹内さん多彩ですね。しかしジャンボもよく頑張ってますね。よく頑張っていますね。そして輪島がどう助けに出たぞ。輪島が決してくれたタックルですね。ねえ、さあ鶴田の助けに出た。さあリング中央では、さあ今の輪島の行動をどう見たか鶴田。さあ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 一心伝心。さあしかし腹に捕まっている天竜は、天竜は今の輪島のあのタックルがかなり効いているですね。かなり腰砕けになってますね、さあどうなるか、ちょっと展開は分かりません。どうなるか展開は全く分かりません。さあダブルの攻撃がまた待っている。ちょっとリンチ攻撃になってきた。振りほどこうとするんですが、前と後ろは円錐。さあさあしかし鶴田、なんというスタミナでしょう、なんというスタミナでしょうか。今日のタッグ、輪島が本当によくやっています。下から蹴上げます。さあパワーボムだ、パワーボムだ、これを武道館では外したが、あっと今日は決まった、今日は決まった。輪島が助けた、オーストビンター。ババさん、一言、輪島のこのタッグの、いやもうね、この輪島の気持ちで十分です。この気持ちだけで、うん、もうババさんの目がもう本当に細くなりました。そしてリング上を固視しています。さあ鶴田の、あーっとこれが俺のラリアットだ。天竜フラグだ、バックドロップ、鶴田のバックドロップ、大きな弧を描いた。ちょっと輪島これはカットに入れない。芦田原がさあ鶴田をのけに入りました。さあ輪島はコーナーに下がった。さあまだペースは鶴田だ。さあまだペースは鶴田だ。今日はフィニッシュは鶴田さんにやってもらおう、俺は露払いをしよう、サポート役に回ろうと言っていた鶴田ですが、坂井さんどう展開予想しますか。これはですね、もちろんその輪島選手にタッチしたいところなんですけどね、最後の詰めはやっぱりジャンボが決めるしか勝ちはないですね。さあそれもこの鶴田と天竜で決めるか。さあこの鶴田と天竜で決めるか。いやーしかし原も天竜人もしぶといしぶとい、ましてやこのジャンボ鶴田は一人っきり。さあ上樋口が枠に入ります。またしても武道館の再現、エプロンでの攻防。今度はジャンボ鶴田、右の方を張りました。さあそしてリングの中にやっと帯寄せようというところです。さあ何やら輪島もおっと芦原を牽制だ。そしてあっと突進、玉砕だ。トペでもない、相撲タックルでもない、竹内さん何ですかあれは。体ごとぶつかってた、まず魂のタックルですね。そうですね、いやいやいや、レスラー1年生がレスラー10年生の天竜に体ごとぶつかっていった。しかも足はガタガタだ。天竜後頭部を打っている。さあカウントが入る。さあどうだ、試合の権利があるのは竹内さん、これはジャンボと天竜のはずだったんですけどもね。ただこの輪島のタッチが認められたかどうかですね。これが微妙なところがありますが、さあ天竜が中に入っています。はい、タッチが認められますけど、輪島が早く上がってこなきゃいけないね。そうですね、もうほとんど玉砕という感じで突っ込んできましたので、さああっと輪島も上がりました。とことん竹内さん、やらせたいですね。だから勝ち負けは度外視ですね。もう思いっきり輪島に行ってもらいたい。さあもう本当に乗っかっているだけの、そう申し上げましょう。カバーであります、天竜はカバーに来ました。しかしいつの間にか竹内さん、自分のコーナーで試合をしています。いいですね、このタッチもまたいいですね、さあ今度は鶴田、さあ何回目の対決か。あーっと天竜のカバーを奪った、円錐切り。さあお互い天竜と鶴田も竹内さん、しのぎ合っています。しかしですね、中盤まではですね、完全に天竜花組が押したんですけどね、ここに来てやっぱりジャンボ輪島組がまた押し始めてきましたね。そうですか、うわーっと今度はランニングレックブリカードラッパージャイアント馬場選手のお箱であります、18番直伝であります。
ちょっと汗で滑りましたけれども、これを天竜に打っていきました。あの武道館決戦でも打ったランニングネックブリカードラップであります。武道館の時には3連発打ちました。さあ今度はあと武道館の時には続き8発を打っていったツータがありますが、さあお返しお返しお返し、天竜の円髄、やはり本家本元、これは基礎ようだ。さあお互いの心理戦、さあ輪島がまたエプロンからエプロンからの中を覗いている。もうしきりにもう高橋さん、じっとしていられないでしょうね。ないないですね、もう左膝の痛みも忘れてるんでしょうね、はい、そうでしょうね。さあこの赤鬼のような競争は負けじ魂か、あるいは込み上げてくる痛みなのか。さあその左足に片指だ、片指がためだ。ジャンボ鶴田がカットに入りました。一進一退の攻防、一進一退の攻防。さあどちらが、どちらがこの PWF 世界タッグタイトルマッチ、そのベルトを主演するんでありましょうか。さあありとあらゆる足技、ありとあらゆる足技を使っていきます。さあ4の字固め、あーすごい、昔アトビックスボブザウェイという技がありましたがね、それを喉に入れましたね。そうでしたね、うわーこれはすごいぞ。白龍の攻防、馬場さん、武道館のなんか余韻をそのまままだ引きずってるというこんな感じを受けるんですが、そうですね、ですけどまあこのね中で輪島はやっぱり足を痛めながらもよくやってますよ ね、 そうですね。ただねこのジャンボと輪島のコンビネーションが少しやっぱり天竜、そうですね、からに劣りますね。そうですね、輪島の頑張りも変えるんですが、馬場さんお話のように足を痛めていることもあります、キャリア不足もあります。どうしても輪島鶴田、どうしてもタッグワークが少し乱れがちではあります。さあ戦い模様は鶴田と原、そして天竜と鶴田であります。失礼、天竜と輪島であります。さあ放送席が狙われます。さあ鶴田が原を、さあ持ってきた、さあゴングが打ち出されているぞ。おおおお、天竜が竹内さん、この間に輪島、これはリング内に戻れませんでした。従いまして、天竜、アシラ、ハラ3回目の防衛に成功したと、こういうことになりました。鶴田輪島を返り討ちという形にはなりましたが、さあ馬場さんに伺いましょう。返り討ちとは言いましても本当にこの輪島そして鶴田やりましたね。そうですね、ですから、まあ、輪島がねもうよくやりましたよ、不細工なところは、はい、ただありましたけどもね、やっぱりこの気力は勝ってやらなきゃいけないですね。そうですね、ですけどもやっぱり挑戦したんですからね、はい、勝とうというものが出てこなきゃいけないですね。そうするとやっぱり2人でねもう少し自分たちが2人で痛められてるんですから、はい、2人で1人を痛めるということを考えなきゃいけないですね、研究しなきゃいけないですね。竹内さんいかがでした。まあ、結果の上では負けてしまったんですけどもね、おそらく今日の大阪のファンはですね、この輪島の頑張りぶりにですね非常にやっぱり心を打たれたんじゃないですかね。また竹内さん、この一戦が今後にこの日本人構想などに及ぼす影響ですがどうでしょうか。これはですねみんなの大きないい刺激になるでしょうしね、はい、この対決はもっともっとやっぱり重ねていってほしいですね。そうですか、27分12秒結局天竜原が、3回目の防衛に成功いたしました。ロードウォーリアーズ現役最強タッグ、強力外人が割り込んでくる中で天竜革命、そして日本人構想はどういう広がりを見せていくんでしょうか。そして鶴田天竜の鶴竜対決第3ラウンドはいつ実現するんでありましょうか。ご期待いただきたいと思います。全日本プロレス創立満15周年記念87世界最強タッグ決定リーグ戦がいよいよ11月21日開幕。またあの興奮あの感動が今年も巻き起こる。恐怖の目アブルトボッチャー、あーっとまたしてもフォーク突き、フォーク突き、あー止まらない止まらない、凄惨なシーンです。あーっとさらにえぐる、腕をえぐります。テリーがいった、テリーがいった、テリーが左のパンチ、ストレート、もう一発ストレート正面から期待に
当たりました。ストレート攻撃、サウスポーのテリーファンク、やりますね。泣いているのかもしれません。それとも痛みをこらえているんでしょうか。嬉しいでしょうね、テリーファンク。男のロマンをもういかんなく見せつけています。大きな助っ人スタン・ハンセンがリングサイドに陣取っています。前科の宝刀、前科の宝刀、ファンク一家の、おっとおっと、外ではウエスタンダリアート、ウエスタンダリアートが見れました。いやー、しかしね、このドリーの頑張りは勝負は最後の最後まで分かりません。勢いをつけてフライングニードロップ、ドリー返すか、返しません。ドリー敗れました。ジャイアント馬場もここにやってまいりました。今ゴンを要請しましたね。これがドリーファンクジュニア。ちょっと優勝の喜び、表情は見えませんけれども、試合の権利のあるのは天竜とハンセンだ。2人がかかる。あ、すごいすごい。ハンセンとプロティが正面から2人がかかる。バックドロップ、ブルーテットのバックドロップ。天竜をリングの中に再び引きずり込んだ。するとはどうやら伸びている。さあ天竜再びリングの中に引きずり込まれました。2人がかりでブレンバスター。さあバンジーチョースター、さあバンジーチョースター。ウエスタンダリアット予告した、予告したウエスタンダリアット。カウンター、危ない危ない、あい、予告ウエスタンダリアット。これでバンジーキュー。さあそのプレビアスを捕まえて、なんだ、あーっとジャンピングに、ジャンピングに、さあ観衆にアピール、隙を見せるなよ、ツルタ、隙だ見せるなよ、ツルタ。数々の感動のドラマを生んだ世界最強タッグ決定リーグ戦、特に11回目を迎えた今年は全日本プロレス創立満15周年記念ならではの史上空前超豪華名イベンターが大挙集結します。1年間の遺恨特集が渦巻くこのリングで、果たして実力世界一に輝くのはどのチームか。日本マットを席巻する超大物外人レスラーは全6組12名。壮絶な肉弾戦は必至。とどまるところを知らないブルーザーブロディ、カーネルデビアス組、場外乱闘流血戦はお手の物。今大会の台風の目、アブドーラザブッチャー TNT 組、不沈艦と魚雷が合体、パワーとスタミナはピカイチ、スタンハンセンテリーゴディ組、底知れぬガッツとテクニックで勝負、テキサスブロンコザ・ファンクス、その他 NWA のフレッシュファイタートム・ジンクザ・ターミネーター組、兄弟ならではのコンビネーション、マーティ・ヤング・ブラッド、クリス・ヤング・ブラッド組、いずれ大人ぬ超ミラクルファイトを引っ提げ満を持して日本上陸。これを迎え撃つ日本陣営の全6組12名、流言法に対抗するにはこれしかない。やつが全日本に加入、驚異の新コンビ、ジャンボ鶴田八代社組。ツルタがなんだ、やつがなんだ、革命の炎はまだまだ燃える。天竜源一郎、アシュラ原組、熱い信頼、固い絆、究極の指定コンビ、ジャイアントとは輪島博組、その他東洋の神秘とカナダの巨人が合体、ザ・グレート歌舞伎、ジョン・テンタ組、新コンビがここにも実現、タイガーマスク、中野真一組、そして国際決命軍、ラッシャー木村、鶴見五郎組、外人日本人合わせて全12組24名が夢の激突。マット界の話題を独占する87世界最強タッグ決定リング戦は、いよいよ11月21日から全日本マットが世界のマットになる。プロレスファンが泣いて喜ぶ特別企画ついに登場。11月28日午後2時、プロレス決定的瞬間大全集をお送りします。ファンが選んだ名勝負ベスト10を発表。史上最強のタッグチーム、ババイノキの BI4 が今よみがえる。オフ Z、ラッシャー木村、マイク・グラフティ、そしてテレビ初公開、前代未聞のハプニングがこれだ。11月28日午後2時、プロレス決定的瞬間大全集にご期待ください。
全日本プロレス創立15周年記念87ジャイアントシリーズ最終戦は本日午後6時後楽園ホールにて開催。そして11月7日午後6時後楽園ホールにて特別興行が行われます。続いて87世界最強タッグ決定リング戦日程です。11月21日後楽園ホールにて開幕、23日水戸、26日札幌、28日岩見沢、12月1日金沢、2日大阪、4日福岡、そして9日山形です。